私は月に一度東京と神戸で講座をやってるんですが、極意への第一歩と題してですね、シリーズでいろいろな感覚稽古を実習していこうと思っているんですね。第1回目はですね、中心軸の作り方ということでやっていきたいと思っています。で、東京が7月の4日、神戸が7月の11日に行います。東京は東京三鷹のサラシャというところで、11日は神戸、私の道場神戸灘にある禅唱庵というところで行います。この中心軸は非常に大事な感覚技法で、まあ私の師匠でもあった岡島瑞徳先生はセンタリングセンス、中心感覚ということで自分の技術をまとめておられましたが、中心の感覚をつかむ、中心で動くというのが、まあ日本人の必修であったところもあるんですね。ですから昔はよく背中に物差しを入れて背中をまっすぐにしなさいっていうふうに言われたんですけれども、背中をまっすぐにすることによって、天地つながる身体を手に入れた。これはですね、ちょっとまあアシスタント、彼は基本的に四つ足なんですけど、これ四つ足の時はですね、地面に対して、平行だったのが立つということによって、垂直になった。垂直になることで頭と骨盤、天と地がこうつながっていくということができるようになったんですね。その際に、まあ、大事なポイントがいくつかあるんですけど、一つは足の裏、当然2本足に、四つ足から2本足に体重がかかるので、足の裏の使い方、どこに力が集まるかっていうのは非常に大事になります。で、その上にある骨盤、当然骨盤が歪んでいたりすると背骨が歪んでくるので、その骨盤の安定度っていうのは非常に大事になるんですね。で、日本人はそこで腰帯を巻いたり正座をしていた。そしてこの骨盤と脳幹、背骨というのは一本尻尾からこの頭の中までこうつながっているんですけど、立つことによってそれがこうセンサーとして働くようになっていくんですね。骨盤と頭を背骨を通じてこう結び合うんですけれど、その時に必要な場所というのが首なんですね。首がやはりこう倒れてたりこうなったりするとつながりづらいんで、そのあたりを足裏、骨盤、それから首あたりをきちんとしていくと、自然に、骨盤から頭に一本の線がつながってですね、背骨の中に気が通るようになってくる。私は世の中にはまあ2種類の人間がいるなと思っていてですね、天と地がつながってくるとですね、思考が変わってくるんですね。まあもともとこうなぜ人間だけが喋れるかっていうと、やっぱ立ったっていうところからスタートしています。そしてその立つことによって親指と4本の指がバラバラに別々に動くことができて、物を掴んで、これが道具を作る、道具を用いるということで文化に発展していくわけですね。で、この親指がですね、ちょうど言語の中枢なんですが、4本と親指が別々に動くことで言語中枢が発達して言葉が生まれてきた。ですから、まあ立ったところから人間が人間たるゆえんというものを生じたわけですね。で、何よりも骨盤と頭、まあ地と天がつなが、背骨を通じてつながることによって哲学が生まれたり、宗教が生まれたり、過去から未来という時間の流れの概念が生まれたり、人類愛が生まれたりとかっていうことにこうつながってくるわけですね。ですから、まあ立つ人間が、天と地につながる人間が増えてくるとですね、インディアンのように7代先まで考えてこう物事をしようというふうになっていくんですけど、ただ立っているだけだとですね、今だけここだけ私だけっていうような状態になっていくわけです。そうすると、まあ、やはりその未来につながらないような今っていうものが生まれてくる。今の日本の問題ってそこだと思うんですね。政治家も経済界の人も、その遠い未来を考える、7代先の未来を考えるというよりはですね、今の業績をとにかく上げよう、今の自分の成績を良くしようと
ということで政治をしたり経済をしてしまう。そうするとやはり未来につながる若者が未来をこう夢見るということができなくなってくるんですね。これは今日本人が一番こう直面している問題かなと思うんですね。でそこで何とかしろというよりもまずこうちゃんとこう立っていく人間が増えていくってことが大事になってくると思います。そういった意味では昔の人たちが背中をまっすぐにしろとね、背中に物差しを入れてキュッとしろとかって言われてたのは、まああれもちょっと強制的で、私はあまり好きではないんだけれども、しかしそういうことによって天地つながるという身体を手に入れるということがやはり大事だったということだと思うんですね。で、いくつかその方法、天地をつながる方法っていうのがあるんですけれども、その天地をつながるとですね、今度重力をこうコントロールするっていう概念が生まれてくるんですね。それはこう一本のそのラインがあってですね、そしてそのエネルギーをこう上に上げていく、下に下げていくっていうような、まあ焦点の移動というものができるようになってくる。で武術は面白いなと思うんですけど、この焦点をね上に上げていくと浮き身という表現をしたりとか、無足の方、足がないって書くんですけど、そういう風になる。逆にこう下げていくと大地に根っこが生えたような、そういう体の使い方になるんですね。でこれはですね、実は相対性理論に関係があってですね、重心がこう上がってくるとですね、人よりも早く動けるんですね。そして重力をこう下げていくとですね、人よりもゆっくり動く。例えば太極拳っていうのをイメージされると分かりやすいと思うんですが、非常にこうゆっくりこう動きますけれども、あれは重力をぐーっと落として下げていくことによって自然に体がゆっくりと動くということになっているんですね。言い換えればですね、周りが早く動いているってことにもなるんです。で重力をスーッと上げていって浮き身をかけていく、そして、無足の方ですね、足がない状態になってくるとですね、周りがゆっくりになるので誰よりも早く素早く動けるという、そういう重力コントロールっていうのができるんですね。ですから武術と、まあ、科学という意味で言うと、その相対性理論の原理ですね、時間の速さ、まあ、よく死にかけた時にこうゆっくり見えるとかありますね。崖から落ちた時とか交通事故にあった時にもう全てがこうゆっくりに見えて、走馬灯のように記憶がバーッとこう出てくるっていう話は有名ですけど、ああいうような状態っていうのもやはりその非常時において重力がこう関係してくる。で、その瞬間がもう1秒がですね、すごく長く感じるわけですね。生体の野口春近先生は、まあ、その生体奏法というその技術で人の体を調整していたんですけど、もうほとんど3分から5分に1人の時間があった、そういう時間なんですね。30分とか40分とか1時間とやらないんです。その3分間の間にですね、その人の体をふわっと変えていくんです。これある種まあ気合みたいなものですね。気合で集中してふわんとこうやって、そうするとスッとこう変わってくる。で先生はですね、この長さ1秒の長さはその早く過ぎる場合もあるし遅く過ぎる場合もある。だからその重力コントロールをされて生体をされていた。だから時計の3分間は単なる3分間なんですけど、その生体の野口春近先生が生体をしているその時間というのは非常に長いわけですね。私たちがまあ床の間があったりとかですね、のどかな場所を散歩したりとかっていうのはもう非常に時間をこうゆっくりに用いることにもなるわけです。そうすると長生きするんですね。で反面そのこう世話しなくこう時間がバーッとこう早く過ぎていくっていうのは、まあ忙しすぎる、世話しないって言いますけれど、自分の命をこう削っていくことになります。まあそういった意味ではこの現代人にとってはこの中心軸をまず作り、そして重心を下げて時間をゆっくりと使っていくっていうことが非常に大事なんじゃないかなというふうに思っています。はい、それではこの後はですね、日本人大学の方でもこの中心のことについてお話ししたいと思います。もう一度講座の案内ですが、東京は7月の4日の15時半から
17時、三鷹にあるサラ社というところ2階で行います。神戸は7月の11日、16時から17時半、灘ですね、阪神でいうと岩屋、阪急でいうと自公園、 JR でいうと灘駅になるんですが、そこにある全所庵という私の道場でですね、講座がありますので、実際に体を動かしたいっていう方はぜひ来ていただければと思います。それでは失礼します。一人一人の体が変われば日本が変わる。日本人大学。